ただきました。大変な素晴らしい、秋晴れに恵まれまして、去年はですね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけども、空がですね、大泣きに泣いておりました。大変な日になりましたけれども、それでもお集まりいただいた方々には本当に感謝しております。今日は来ていただいた方、皆さんの行いが普段素晴らしいんじゃないでしょうか。こんなに素敵な天気になりまして、それとですね、今日演奏してくださいます航空中央音楽隊の皆様がきっとこの爽やかな秋晴れを連れてきていただいたのではないかなと心から感謝している次第です。はい、正式なご紹介はまた後で後ほどということにしまして、それでは始めさせていただきます。ただいまから日本吹奏楽発祥146年記念演奏会を開演いたします。開演に先立ちまして、公益社団法人日本吹奏楽指導者協会会長牟田久俊氏よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。ようこそいらっしゃいました。この行事も、毎年やっておりますけれども、こんなにたくさんの方がお見えになったのは初めてでございます。吹奏楽発祥の地ということで、鹿児島の若者32名がここへ来てですね、初めて日本で集団的な西洋音楽を勉強したというこの妙光寺に、私たち吹奏楽関係者は非常にこのお寺さんとともに誇りを持ってこのここへ来ております。後ほどこのフェントンさんとか、それから薩摩音楽隊の話などもしていくいただきますので、私は簡単に申し上げますけれども、その薩摩音楽隊の32名の若者たちの中から陸軍と海軍の軍楽隊に分かれていくわけですけれども、共に陸軍も海軍も薩摩音楽隊の中のお一人が隊長になられ、海軍の隊長、陸軍の隊長になられております。非常に私たちはその日本の吹奏楽だけに限らずですね、こういう西洋音楽を、薩摩の方が一生懸命勉強して日本に広めてくれたということに対して感謝しております。しかも今日は制服バンドの航空自衛隊航空中央音楽隊が参加していただいております。航空自衛隊というのは戦後の、ですから早速ですから、その当時はなかったわけでございますけれども、先代なんかは陸軍軍楽隊の隊長であったりですね、そういう人たちがなっておりますので、やっぱりその薩摩軍楽隊の流れを組んでおります。今日は水品隊長の式で一つ音楽をお楽しみいただきたいと思います。あと細かいことは後に任せまして、私は歓迎の挨拶とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。